AD7734 はコースループット産業用の24ビットシグマデルタ AD コンバーターです AD7734 はコースループットの産業用途24ビットシグマデルタ AD コンバーターです高分解の ADC であり24ビットノーミスコードであることが特徴ですまた、この右の赤の枠内のように シングルエンド入力が四本装備されています。それぞれに抵抗がついていることがお分かりいただけるかと思います。適切な抵抗端子部分に入力信号を接続すると、プラス五ボルト、プラスマイナス五ボルト、プラス十ボルト、プラスマイナス十ボルトという複数の入力レンジに対応できます。枠内の右側のように。 マルチプレクサーも内蔵していますので、マルチプレックス用途に最適です。大入力が入るときのクロストークについても、最大プラスマイナス1 6 5トまで隣接入力へ影響しないようになっています。インターフェースは三線式シリアルで、非常に簡単です。電源も単電源で動作し、アナログ電源電圧は5トです。 アプリケーションは、PLC、DCS、つまり分散制御システム、さらに各種信号切り替え、プロセス制御、工業用系装などが考えられます。製品内蔵の分圧抵抗についてご説明しておきます。さっきの説明のように、入力に分圧抵抗が内蔵されています。これにより、 5ボルト単電源であってもプラスマイナス10ボルトのバイポーラ入力を許容でき、それを AD 変換できるようになっています。入力に加わったプラスマイナス10ボルトの信号は 7R と 1R のひとなった2つの抵抗で分圧されます。この分圧抵抗の一端にバイアス電圧として2.5ボルトを加えます。 こうすると AD コンバータ入力端では 2.1875V をセンターとしてプラスマイナス1 2 5 v の振幅となり 5V 単電源であってもその動作レンジ内に入力信号の振幅が収まることになります。またこの内蔵の分圧抵抗はアナログ入力の過電圧保護としても活用できます。 例えば、入力端子にプラススマイナス50ボルトが加わったとします。これにより流れる電流は赤で囲んだ保護ダイオードを通過して逃げることになりますがここで 115.5kΩ の抵抗によりこの電流量が 0.4mA に制限されます。ここでの発熱量も 20mW と非常に小さいものです。 これらによりシステムアップしたときににに非常に便利になります。アナログフロントエンドの回路部分をプラスマイナス 15V で動作させることができこの時の信号の振幅もプラスマイナス 10V と大振幅を作ることができますこれを単電言語 V の AD7734 で受けられることになるわけですつまり産業用途で最適といえる AD コンバーターといえる製品です。